トローツキズム、トローツキズム、またはトローツキー主義は、レフトロツキーによって主張された、マルクス主義及び共産主義革命理論のこと。トローツキズムを主張するものをトロツキストという。当初の呼称は、ボリシェビキレーニン主義で、トローツキストは、ヨシフ・スターリンらによる批判用語を自称に採用したものである。トローツキストの国際組織には、 第四インターナショナルなどがある。トロツキズムの思想としての構成要素は、以下主な柱としている。また、それらの柱から導き出される、政治理論として、社会ファシズム論、社会民主主義主要だけ議論批判、人民戦線批判、あるいはスターリンが支配したソビエト連邦を、革命の成果を散脱した、スーリニスト官僚が堕落させた労働者国家であり、 官僚を追放する政治革命は必要だが依然としてブルジョワ人による生産手段の所有を排した労働者国家であることから帝国主義の包囲攻撃らは世界の労働者階級はソビエト連邦を防衛しなければならない官僚によって歪められ堕落した労働者国家論とするテーゼ同様に非正権共産党についてもハンスターリン主義派的な 国家権力と同等な妥当の対象とはみなさず、誤った、考慮、路線で指導されているとしても、労働者階級内部の革命を目指す一潮流と認知し、批判しつつも必要な共闘は追求するという立場を取る。また、社会主義への過渡期経済では市場をも利用し、資本主義、帝国主義との競争に耐えられる、経済建設の提唱などのトロツキーの思想。 主張、実践の総体をトローツキズムという。スターリンが指導していたコミンテルンに対抗して、トローツキーの呼びかけによって1938年に結成された国際革命組織第4インターナショナル系のトローツキスト自身は、自らも、第1インターナショナル以来の世界革命による社会主義建設の原則を擁護する古典的マルクス主義者。 1917年のロシア革命の意義と原則を擁護し、コミンテルンの最初の4回の大会の決議を出発点とした新しい革命党を目指す、ボリシェビキレーニン主義者とし、スターリンによるマルクス主義の歪曲に最もこうしたトロツキーの立場と思うを擁護するという意味で、トロツキストの称号を受け入れると自己定義する。日本共産党を含めた第三インターナショナル。 コミンテルンの系府からは、反革命への楽園が押されてきたが、1956年のフルシチョフによるスターリン批判で、日本でもトロツキズムによる左翼活動家が現れる。国際トロツキスト運動の展開については、第四インターナショナルの公算省。長年、各国共産党は、自党の指導に従わない共産主義者を、 トロツキーの思想の影響下にあるなしとは関係なく、トロツキストと呼んで非難していた。トロツキストとは、共産党にとって最悪の裏切り者の代名詞であり、スターリンが1936年に開始した大粛政治の定義、ソ連邦の破壊を目論むトロツキーを闘目とする、反革命分子で帝国主義の先の群れ、ファシストの第五列をそのまま踏襲し、左翼を装った挑発者、 スパイ犯革命集団を意味していた。すなわち、共産党とは別の立場にある、共産主義思想、及び、それを信奉す者全般を指したレッテルとして、トローツキズム、トローツキストと総称していた。例としては、スペイン内戦時に、独自の反ファシスト民兵を組織していた、マルクス主義統一労働者党、プームに対するコミンテルン及び、スペイン共産党の、 トロツキストという非難が挙げられる。プームは指導者のアンドレ・ウーニンがトロツキーの秘書を務めたことがあるが、トロツキーの指導する国際的な左翼反対派の運動を、後に第四インターナショナルを形成するとは一線を隠してたトロツキーもプームを中間主義と批判していた。にもかかわらず、プームはトロツキストと規定され、後にファシストの手先とされ共和国政府及び、 スペインに潜入していた、その秘密警察に、組織ごと抹殺されることになる。日本においては、日本共産党は、審査翼発生以前には、共産党結成初期に、共産党から分離した、労老派をトロツキストと呼んでいた。1950年代後半に六全教に対する、反発やハンガリー動乱の影響で審査翼が、生まれると、彼らをトロツキストと罵倒した。 60年安保闘争時の、決して、トロツキーの思想の影響下にあったわけではなかった、共産主義者同盟及び全学連を、極左冒険主義のトロツキスト集団と口を、極めて非難した。あるいは、トロツキズムを乗り越えた新しい体系イコールハンスタ反ハンジュントロを標榜する、角丸派、中核派、果てはそもそも霊人主義を否定している社制度を、解放派まで、一括りに、 トローツキストと規定していた。しかしスターリン批判以降、日本社会でも凶悪な独裁者というのが、スターリンの評価として一般的になっていく中で、日本共産党もスターリンについて、科学的社会主義を歪曲した、大国主義批判的になっていき、1982年、昭和57年にはフワ、不破鉄像が著作、スターリンと大国主義を表して、スターリン批判を行い、 その中において、ロシア革命における、トロツキーの役割を一定認める会を発表した。そのため、以降日本共産党は震災翼党派を、トロツキストと呼称することを公式には、取りやめるが、現在でも、主に高齢、古参の党員を中心に震災翼所党派を一括りに、トロツキスト、トロなどと軽蔑を込めて指す者もおり、若手党員や民生同盟員にも、稀に、 トロなどと口にする者がいるという。現在では、共産党の新左翼に対する公式的な別詞用語は、偽、左翼暴力衆、交互で略するときは、偽左翼にとって変わられている。なお、海外でも、トロット、トロット、複数型は、トロッツ、トラッツというトロツキストへの別称が21世紀を迎えた現在も広く使われている。 アメリカのトロツキストグループからネオコンと呼ばれる現在のアメリカの政治に影響力を及ぼしている新保守主義が生まれているという説がある。この点をもってトロツキズムとネオコンの根は同一であるととクロン社も存在する。これらはネオコンの創始者と申されるアービング・クリストルが第4インターナショナルに所属していたこと、どちらも世界に理想、世界革命、自由化、 民主化を広めるという側面を根拠としている。しかし、ネオコンとトロツキズムとの思想的連続性という説についてはトロツキスト側から反論も慣れている。なお、陰謀論を扱う一部のサイト上では、これらのことから新保守主義者や新右翼が実はトロツキストで現在も世界革命を目指しているという陰謀論、都市伝説がある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。